ワット社内ニュースのお時間です。室蘭市内で28日午前10時半頃から午後4時過ぎにかけて熊が計7回目撃されました。現場は室蘭ゴルフクラブ（先森町や陣屋町、香川町など室蘭北部に集中しているとのこと。これまでのところ被害はないようですが、市と室蘭署は警戒を呼びかけています。怖いですね。自称百獣の王で知られるタレントさんが熊の倒し方について次のように語っています。6週間睨み合い、やつれさせ、肝臓周辺部の毛を10万本抜き取ってからそこに抜き手を突き刺す。料理の宅配サービス Uber Eats が4月28日から北海道札幌市内でサービスを開始しました。市内200を超える飲食店が参加しています。ご存知の方も多いと思いますが、利用者がスマホのアプリを通じて料理を注文すると配達員が店で料理を受け取り家まで届けてくれるサービスです。 Uber Eats のサービスエリアは札幌市中央区や白石区など札幌駅を中心とした市街地で、配達手数料は320円です。私の住んでいる地域は余裕でサービスエリア外ですので、当分の間は今まで通りペヤング焼きそばを食べて過ごそうと考えております。続いて商品情報です。コスメ系のメーカーフレグランシーの商品の売り上げが前の週に比べて 1.5 倍と好調な売り行きです。いわゆるイケてるメーカーさんのフレグランシー、香りも見かけも素敵な商品で人気です。夏本番で本領発揮といったところでしょうか。ご覧の画像はガジュマルの売り場写真です。フレグランシーだけではなくボディファンタジーというボディミストとの合わせ技ですが、しっかりと良い場所で提案型のコーナーにできている例です。このような素晴らしい取り組みで売り上げを作っていくことこそ雑貨屋さんの醍醐味と言えるでしょう。高畑ファームは通常写真のようなドレッシングやジャムなどの瓶詰めがギフトシーズン中心に売れるアイテムです。夏にはシャーベットやゼリーといった品目が売れてきますが、今年はカラフルボールというこちらの品番が群を抜いて売れています。テレビで取り上げられた影響もあり売れているようです。こちらは先日ライフスタンダード佐橋さんから、とにかくこの単品はがっつり積むのが今年の売り方と情報をいただいていました。そこから積む量や展開方法をバイヤーが素早く指示し行動に移したことと、メディアの露出が重なった成功例と言っても良いでしょう。超ロングセラーイデアインターナショナルの家電が売れています。テレビ雑誌などでも数多く取り上げられているこちら、ご覧になったことがある方も多いのではないでしょうか。この時期に売り上げが伸びるのは非常に珍しいことです。写真のようなステイホームの提案が徐々に効いてきているのかもしれません。今回の成功例を参考に、秋冬に向けても独自の提案で売り上げを作っていく取り組みが非常に大事です。7月11日、大戸屋清田店に入社した松井美久さんのサービスマナーを、当社の YouTube チャンネルで公開されているサービスマナー動画を使用して行われました。サービスマナー担当者から動画を見ている間、うなずきながらとても素直に真剣に見てくれている様子でしたとのコメントをいただきました。サービスマナーを行った後、実際にお店に出てお冷や出しオーダーテイクを行ってもらいましたが、その日のうちにウェブアンケートで新人さんの松井さんファイト、立派に成長を祈っていますと名指しアンケートをいただきました。笑顔がとっても素敵な松井さん、これからの成長を楽しみにしています。7月23日、富田店長が出演し、商品解説をする Q4 の動画が撮影されました。しかしこの動画、後から確認したところ、音声が入力されていないことが発覚しました。原因は、新しく使用したマイクの初期不良だと考えられています。9本もの動画がボツになってしまったことに対し、撮影を担当した方に話を伺ったところ、よくわからないまま使ったのが悪かった。マイクを使わなくても撮れたのに、と落胆している様子で、その後2日間、自分の YouTube チャンネルを開かなかったそうです。一方の富田店長に話を伺ったところ、前回のは練習、次回はもっとうまく喋れるはずとポジティブな発言とともにはにかんだ笑顔を見せてくれました。応援のために一曲歌わせていただきます。ザードで負けない。7月29日雑貨販売事業部大戸屋事業部の両事業部で 3A アワードの動画が共有されました。今回も各コンテンツや取り組みに対しての表彰内容が動画内で発表されました。各事業部とも単なる表彰式ではなく、良かったポイントや今後の課題等も含めた成長につながる充実した内容になっております。じっくりご覧になってぜひ有効活用してください。最後にお詫びがございます。6月第4週にリリースしたバシッと社内ニュースの一部がフェイクだと発覚しました。ペヤングの極激辛を食べている動画は大げさなものばかりと、多くの YouTuber をディスりつつ自らはペヤング極激辛を食べているかのように装い、極激辛を食べきったかのように余裕ですねとコメントしていました。この極激辛の動画に対し社内から疑いの声が寄せられました。
総務部人事課が作詞を問い詰めたところ、極激辛は本当に食べるわけないですよ、極激辛ソースを極激辛じゃないソースにすり替えておいたんですと素直に認めたとのこと。この件については近日中に臨時の取締役会が開かれ、作詞の処分が決定します。この度は誠に申し訳ございませんでした。お詫びの印として一曲歌わせていただきます。チェッカーズで素直に歩みそうり素直。以上、アワットニュースでした。じゃんけんポン、また来週。